はい、では鈴木選手よろしくお願いします。お願いします。元気ですか、純也くん。はい、元気です。FC 東京に移籍してもう慣れた東京の、そうですね、選手とか雰囲気とか環境とかにはもうだいぶ慣れました、うん、うんうんうん。いや、純也もでも本当にまあ僕と純也は2017年の終わりくらいかな、まあドイツに一緒にチャレンジして、はい、初めて出会って、はい、なんかこう自分の夢をね叶えるためにね、はい、すごいハングリーなところでやって、でも純也当時は大卒だよね。そうですね、大卒の年ですね。年だよね。で、はい、俺はまあ秋田優勝した年で、年齢は全然違ったけど同じ夢に向かってチャレンジして同じ部屋に泊まって練習参加してみたいなの、はい、すごく思い出があるんだけど、なんか純也のその幼少期であったりとかどういう流れでプロになったかっていうのは俺もあまりそこまで詳しくなくて、はい、まあ、そこちょっと詳しく聞けたらなというふうに思うんだけど、はい、なんか純也ってどういう幼少期を過ごしてたの？その小学校、中学校、高校っていう。小学校は、小学校もとにかく毎日サッカーやってましたね、本当に。なんか、多い時スクール、なんか、ちゃんとしたクラブチーム一つと、一つと、スクール他にも二つぐらい掛け持ちして、ああ、すごいね。なんかもう小学校の時もたまに休みの日なんか、午前中、クラブチームの活動をして、午後、スクール行ったりとか。すごいね。でも小学校の時のクラブチームで大体なんか週2日ぐらい休みあるじゃないですか、平日。ああ、そうだね、あるね。月曜日休みで、なんか水やって、木曜日休みで、金曜日やって、なんかそんな感じだったんですけど、その休みの日にも全部そういうスクール入れてたんで、もう本当に毎日スクールとクラブでサッカーやってましたね。それなんかやっぱり、純也の、親がこう、自分の子供をサッカー選手にさせようと思ってたみたいな、そういうとあったりするのかな。そもそも、いやでもまああったとは思いますね。うん。でも自分が一番最初少年団から始まって、小学校1年生から。で、小学校2年生ぐらいから、クラブチームと少年団を掛け持ちしてて、でも小学校3年か4年ぐらいの時になんか、公式戦に出るにはどっちのチームかに、なんか登録しなきゃいけないみたいな、はい、あるから、親にどっちにするって言われて、俺、友達は少年団がやっぱり圧倒的に多かったんで、あ、もう少年団にするって言ったら、なんか将来何になりたいのって言われて、まあ、サッカー選手って言ったら、だったらクラブチームの方がいいんじゃないって言われて、そこから、まあ、本当もう泣きながら少年団辞めて、クラブチーム入って、まあ、クラブチームは人工芝でとか、なんか、まあ、指導者もちょっとしっかりしてたとかあったんで、本当に泣きながら最後辞めて、クラブチーム入って、でそこからはもう本当に多分、親も選手にするためにじゃないですけど、まあ、こういうの子、選手目指してるんだったら、みたいな感じで多分サポートしてくれたんじゃないかなって思う。なるほど。じゃあもう小学生の段階からもうプロサッカー選手になるっていう夢は描いてたんだ。はい。なるほどね。え、ジュニアってずっと東京だっけ？静岡です。あ、そうか、静岡か。そうか、静岡か。そうか、そうか。アスルクラロっていうチームで。うん、そうか、そうか。あ、それでアスルクラロに。はい。もうサッカー王国だからね、静岡は。サッカーも盛んだしね、やっぱり。強いチーム多いしね。いや、まあ多いですね。はい。うん、なるほどね。そして中学、高校っていうふうにはどういうルートで上がってったの？で中学はそのまま、まあ、スルクラロが持ってるチームに入って、まあ、ジュニアユース。はい、ジュビロ沼津っていうジュニアユースに入って、うん、まあ、そこでやっていて、うん、であのジュビロ磐田っていうチームの、うん、こう姉妹クラブみたいな感じだったんで、うん、そうだね、大体毎年そのジュビロ沼津からいい選手が3人、4人ぐらいが、うん、あのジュビロ磐田の本家のユースに上がれるみたいな。ああ、なるほどね、ユース。はいはい、で、なんかまあ、コーチとかも いけると思ってたし、うん、俺もいけると思ってて、うん、まあ、中学時代も選抜とかそれなりに入ってたんで、うんうん、はい、いけるなーなんて思ってたら、うん、練習参加した時にダメ、練習参加して結果がなんかダメってなっちゃって、うん、やばいと思って、高校サッカーとかあんま考えてなかったんで、うんうんうん、やばいやばいと思ってたら、まあ、エスパルスちょっと声かけてくれて、
エスパルスユース行くっていう流れになったんですけど。うん、あ、エスパルスユースなんだ。あ、そうです、そうです。あ、そうだっけ、そっか、そっか、はい。え、それってなんかどういう感覚なの？なんか、例えば俺だったら、ずっと北海道で札幌で、コンサドーレ札幌っていうのが地元にしかなくて、もうコンサドーレ入ったら U ストップっていうその道筋を描くんだけど、うん、はい、そのアスルクラロっていう、まあ当時まだ J3 ではなかったのかな、なかったか、はい、まだなかった、なかったけど、まあそういうクラブチームであったりとか、でジュビロっていう、まあ、本元じゃないのかもしれないけど、ジュビロっていう名前がつくからにはジュビロ見るじゃん、やっぱりトップチームとか。で、高校ってなったら、今度エスパーってなったら、なんか どういうビジョンを描くの？なんか、とにかくプロになるための手段だったらなんか別にっていう感じ？いやいや、そのさっき今古田君が言ったように、もうアスルクラロの時からもうジュビロに上がって、うん、あ、ジュビロ沼津に上がって、うん、ジュビロユースに上がるっていう、うん、まあ、ビジョンを描いていて、ああ描いてて、描いてて、で中学の時も3年間もちろんそれで描いてて、うんうんうん、で本当中3の夏ぐらいの練習参加で無理ってなったのかな、うんうんうん、でやばいってなって、うん、いろいろ高校サッカーとかも探そうと思ったけど、うん、でもやっぱりユースの方が環境がいいとは思ってたんですけど、うんうん、でもなかなかそのジュビロ沼津から他のユースとか、うん、まあ、ましてはジュビロっていう名前からエスパルスユースっていうのはなかなかないルートだったんで、あ、やっぱりなかなかないルートなんだ、それはそれ。なかなかないですね。うん、なるほどね。それセレクションみたいな感じで受けて、セレクションというか練習参加、まあ、練習参加というか参加みたいな感じでやらせてもらって、うんうん、まあ、ちょっと調子良くて入ったんですけど、うん、入ったんだ、はい、まあ、声かけた時はやっぱりその今も言ったように、うん、プロになる、やっぱエスパルスユースからエスパルスっていう流れがあるんで、うんうん、じゃあ次はもうジュビロからジュビロのトップじゃなくて、うん、エスパに行ける可能性ができちゃった時はもうエスパからエスパルスのトップチームっていうビジョンに変えて、まあ、入団というか入ったんですけど、はい、やっぱ子供ながらに、あ、その道は描いたんだよね、やっぱりしっかりね、トップまでの。そうですね、うん、でも実際エスパルスで、まあ、3年間過ごして、まあ、トップチームっていうのは昇格はできなかったで大学行ったっていう、うん、はい、まあなかなかね狭き門っていうか、やっぱりエスパルスだったらやっぱり名門中の名門っていうか、はい、トップチームもね強いだろうし、で早稲田行ったんだよね、はい、うんうんうん、そこでもうプロとか諦めたりしなかった？高校で上がれなくて、高校で上がれなくて、うん、大学行った時は、うん、高校でプロダメで大学行った時はまだ諦めてなかったです。諦めてなかった、はい、で早稲田行って大学中で何回か諦めかけた時ありましたけど、うん、ああ、そっかそっか。でも4年間しっかりやって、はい、でまずは J とかやってる、まあ、そこで海外に行きたいって思ってたのずっと。いや全然もうプロイコール J リーグだと思ってました。ああ、はい、だけどその前にそういう海外のチャンスがちょっとやってきたっていう。そうですね、本当もうプロに入る直前ぐらいで、うん、まあ、そういう可能性が出てきたときに、あ、うん、海外もあるんだって思って、うん、あるならちょっとチャレンジしたいって思ったっていう感じですかね、はい、なるほどね。で、まあ、ドイツの4部だっけ、あのチームって当時3部です。3部か、3部のチームに練習参加一緒にして、はい、まあ、順位あそこ入って、で半年間ぐらいだっけプレッシャーの。そうです、半年しか行ってないです、うん、で日本戻ってきて藤枝、はい、で藤枝で、まあ、日本戻ってきて半年ぐらい2位として藤枝です。あ、そうなの？そうです。え、俺それ知らなかった。え、なんか半年、それ日本戻ってくるきっかけって何だったの？もう向こうではちょっともうこれ以上、まあ、そもそも半年ぐらいの契約で行ったんですけど、うんうんうん、まあ本当にあの時自分も甘かったんですけど、まあ、うん、古田君と行ったタイミングの時に、うん、まあ、結構自分、まあ、その前に古田君と行く前にドイツ遠征が、うん、あの、うん、全日本の大学選抜もあって、うんうん、大学選抜で、うん、その時に、まあ、ちょっと調子良かったんで、うん、まあ、ちょっと2部のチームもあのキャンプに参加してほしいみたいなこと言ってもらえて、でも2部ってやっぱりあの宇佐美さんとかそういうレベルの選手が通用しないとこだから、うん、まあ、ちょっとその時お世話になっちゃった人とも話して、うん、まあ、言葉の壁とか、まあ、実際にまだ入ってないこともあるから、うん、3部から始めて
まあ、そこでまあ半年なり1年やって2部にもう一回チャレンジしようっていう感じだったんで、うんまあ、短い契約で行ってしまって、うんうんうんまあ、実際そこで出れずに、うん、で、まあ、半年終わって日本に一回帰ってきてもう一回行こうと思ってたんですけど、うん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 、やっぱ出てない日本人をなかなか取るチームもいなくて、うんうんうん、ドイツ行けなくなってしまって、うん、でなんか大卒のそのままドイツ行ったんで、うん、なんかいろいろもう一回 J リーグにも入るっていう時にいろいろ手続きが必要だったみたいで、うん、それが夏 の, 手つあの登録期間みたいなのに申請が間に合わなくて間に合わなくて、うん、だからもうその半年ぐらいはもうニートっていうか、うん、もう実家で過ごしてっていう、そうです。でその時に声かけてくれたのがフリルダが、うん、こう試合にも出れないし何、うん、にもこうできないけど、うん、練習参加として、うん、とりあえず半年間で来季はまあ契約するっていうことを約束で半年間練習参加っていうことを言ってくれて、もう正直も生活が、うん、あったんで、うん、お願いしますということで、うんうんうん、はい、フリーダーにするっていう感じで、はい、当時石崎監督だよね。そうです、石崎さん。そうだよね、石さんだよね、はい、俺も一緒にやってるんだけど。なるほどね。そして沼津でプレーして 1年間くらいプレーした。あ、フリーダーで1年1年プレーし て, ーしてで秋田に行って、はい、で、J2 上げて、はい、で、今年から F 島に行ってっていう流れで、もうすごい流れだよね。まあちょっとぐわー巻き戻すね、一回。いろいろ来たあたりぐわー巻き戻すんだけど、なんかその子供の時、まあその純也って結構、まあ、勉強もできるイメージが俺はすごくあるんだけど、なんか子供の時にこう、意識していたこととかってなんかある？サッカーの面でもそうだし、そういう私生活の面でも。まあ、正直、小学校の頃とかは、多分、うん、何ですか、めちゃめちゃ悪かったわけじゃないですけど、ちょっとまあなんかいたずらとかやんちゃなことはしてた、うん、小学校では。でも、うん、クラブチームでは、うん、もうサッカーではめちゃめちゃ真面目に、キャプテンもやらせてもらってたんで、うん、あ、その時からそうだったんだ。めちゃくちゃ真面目にやってたし、うん、まあ、自分が上手くなるためもそうだし、うん、チームをまとめるためとかっていうのも小学校から俺結構考えてましたね。なるほどね、はい、なんかサッカーってさ、自分をこう律してくれるよね。いや、なんかやっぱり学生生活っていろんな誘惑があるじゃん。まあ、例えば、まあ、だけど女の子、好きな女の子ができたとか、周りの友達がちょっと悪いことしてるってなった時に普通飲まれるんよね、うん、でも俺らってやっぱりサッカーってものがあるから、この本当に軸から外れないよね、やっぱりね。いや、そうですね、本当律してくれるというか、人間的にこう成長させてくれて、そう感じる。やっぱり、いや、感じます。今でも、まあ、うん、俺もそうだし、周りの人も本当にサッカーがあってよかったねって言われることも多いし、うん、そうだね、やっぱりちょっとやんちゃなことがお周りにいたんで、うん、まあ、そういうことを、うん、そういうことも仲良かったら仲良かったんで、うんうんうん、でもそういう中でも、まあ、よく、なんか、まあ、真面目にというか、こう、ちゃんと育ったねみたいな言われて、うん、やっぱそれ本当にサッカー選手になるっていう、一つ軸があったから、うん、それやったらもうなれないっていうのは、子供ながらにやっぱ分かってたから、うん、分かるね、ここには手出さないみたいな。うん、はい、なるほどね。やっぱ、ジュニアでもそういう感じなんだ。まあ、特にそういうキャプテンとか、チームをまとめ、まあ、大学でもキャプテンだったんだよね、最後はね、はい。やっぱりそういう立場になると、やっぱりジュニアもしっかり責任感とか多分感じながらプレーするタイプだろうし、やっぱりこう人間的にな成長がね、サッカーの成長につながるっていうのは、すごく子供ながらに感じるよね。はい、そうですね。本当にそうだと思います。うん、なるほどね。なんかそういう、まあ、鈴木ジュニア像ができたというか、やっぱり、これいろんな選手とも話してるんだけど、やっぱり親の影響ってすごく大きいじゃん。やっぱりコーチとか先生とかの影響もあるけど、親って一番身近な、影響を受ける一番身近な方だと思うんだけど、存在だと思うんだけど、なんかどういうふうに育てられたかとか、なんか印象に残ってるこう声かけられたこととエピソードみたいなのって何かあったりする？小さい頃ですか？うん、小さい頃でも、うん、学生時代。まあ、本当に多分自由にやらせてくれたんだと思いますね。うんうん、なんかよく周りの、まあ、小学校とかだったら、小学生の時の子だったら、結構練習とか試合終わったら、親に結構なんか、ちょっと口出されて、言われるっていう子もいたんですけど、う, んうん う, ね、うちは割とそういうことはなくて、うん、まあ、今日どうだったぐらいの感じだったし、うんうんうん、
まあでも試合とか練習、もう練習でさえ毎日見に来てくれたりとかしてたんで、すごい応援をしてくれたけど、なんていうんですかね、応援はしてくれたけど、あんまり干渉はしすぎないみたいな。なるほどね。その程よい距離感で。はい。やり方をやってくれたと思いますね。そうだね。それってすごく大切だね。はい。ジュニアって兄弟、はい、兄弟ってあれだ、どこの位置だっけ、長男。いや、あ、まあ、一応長男なんですけど、お姉ちゃん3人いての、ああ、そっか、お姉ちゃん3人。そうです。4人兄弟の、うん、一番下っていう。はい。なるほどね。そっかそっか。でも一番親に救われたというのは、うん、まあ、一回大学時代にマジでサッカーやめようと思った時があって、うんうん、まあ、大学でいろいろあって、うん、で俺も本当にもうやめるって言って、うん、もう部活もやめるって言って、うん、もう部活やめるなら俺大学もやめるよって言って、うん、で親が、まあ、最初はなんかお母さんは、まあ、サッカーやめてほしくないけど、まあ、もし辞めたとしても大学辞めないでくれとか、うん、まあ、そんな話をしているときに、まあ、お父さんから、まあ、好きなことで稼げることほど男たちかっこいいもんないよって言われて、うんうん、ああそうなんだと思って、まあ、お父さんも好きなこととかいろいろあったけど、やっぱり子供4人生まれて、まあ、我慢した部分もあるし、うん、やっぱ男として好きなことで稼いで、うん、まあ、生活していけることほど幸せでかっこいいもんないぞって言われて、うん、そうだな、じゃあまあ大学終わるまではとりあえずサッカー頑張ってみようと思って、まあ、結果プロに行けたっていう感じなんですけど、うん、なるほどね。うわ、うん、なんかすごい泣きそうになる俺もその言葉なんかやっぱ俺ら、はい、うん、わかる、すごくわかる、はい、なんか好きだからこそ辛いことってやっぱりあるじゃん、 やっぱり、はい、適当な仕事してたらやっぱりそこまでの感情ってならないと思うんだよね。もう本気で悔しいとか、うん、はい、でもやっぱり好きだからこそね、辛いし、好きだからこそ何かあったらめちゃくちゃ嬉しいしっていう、うん、はい、すごくやっぱり幸せな環境だよ、はい、俺も元サッカー選手だからやっぱ一歩退いて、やっぱり好きなことというか自分の得意で生きてる人はやっぱかっこいい、うん、はい、本当にかっこいい。だから今本当にサッカー選手とね、こうやって話してて、すごい、ジュニアももちろん含めてかっこいいなって思う。そういう親のね、言葉っていうのは、でかいね。でかかったですね、あれは。あれなかったらやめましたね。なあ、はい、それで、じゃあ、いや、そんなきついよみたいな。サッカー選手なんて別になっても、どうせね、その成功する人なんて一握りだしとかさ、うん、ちょっとでもそんな言葉かけられた、本当に数秒の言葉かもしれないけど、それでジュニアのサッカー、人生はそこで終わってた可能性があるってことだよね。いや、本当にそうです。うん。それぐらいの分岐点があったんだ、大学時代。ありましたね。なるほどね。いや、すごい話だな、それは。OK、OK、分かった。まあ、そういうじゃあ、まあ、プロセスがあって、まあ、ジュニアは、まあ、夢をね、まあ、しっかり叶えたわけだと思うんだけれど、まあ、これ、いろんな選手に聞いてる、まあ、一つのこの対談のテーマなんだけど、プロサッカー選手になるためには、まあ、いろんなあの方法っていうか一つの要素じゃないと思うんだけれど、ジュニアがなんか一番 大切にしてるというか、これが本当に重要だなと思うことって何かある？プロサッカー選手になるためには。聞かれると何て答える？まあ、まあ、一つっていうのは、まあ、自分としては武器を持つことと、うん、あとは準備をすることですかね。うん、なるほど。ここですかね。うん、武器っていうのはやっぱり何か自分のこの武器だ、それを磨くというか尖らせるというか。そうですね、うん、なるほど。準備っていうのは、まあそうですね、そのやっぱチャンスどんな状況だとしても、うん、なんか多分チャンスって絶対あると思ってて、うん、自分も初めて藤枝に入って、開幕戦、それもオフシーズンずっとスタメンだったんですけど、開幕の本当1週前ぐらいでスタメン変えられてしまって、うん、開幕は違う選手で行ったんですけど、うん、俺なんかその開幕戦ベンチで見てて、うん、なんとなくなんですけど、あ、今日あると思って、うん、めちゃくちゃ準備してて、うんうんうん、そのだいたいコーチに何分からアップって言われる前からも、うん、ちょっと体ほぐしたりとか、うんうん、あとは試合ちゃんと見てたりとか、なんならちょっとジョギングしてたりとかして、うんうん、そしたらちょうどその自分の代わりに出た人がもう前半の終わりぐらいで
肉離れしてしまって、あそうなんだ、でもう行くよって言われて、もうアップする時間もないぐらいで行くよって言われて、うんうん、でもまあ自分としてはもうある程度心の準備も、うん、体の準備もある程度できてたんで、うん、できてた、まあ、すんなり入れて、そこでまあ割といいプレーできて、もそのシーズンはもう全部、うん、そっからそっからへえすごいね。そうだね、準備をして、まあそのどんなチャンスか分かんないですけど、やっぱ、まあ、よく指導者の人とか大人とかまあからチャンスはみんなに平等にあるよっていうことは言われるけど、まあ、平等にあるかないかはちょっと難しいですけど、でも大きい少ないとか小さいはあるけど、でも絶対どっかで、うんまあ、それは早いタイミングもあるし遅いタイミングもあるかもしれないんですけど、絶対来るだなっていうのはこれも実際に自分は経験して、自分みたいに開幕戦の人もいるし、もしかしたら本当にもう最後の方っていう人もいるかもしれないですけど、うんまあ、そこに向けてどれだけ準備しておけるかっていうのはめちゃくちゃ大事かなっていう、うん、めちゃくちゃ大事だね、はいまあ、そのチャンスが来てるっていうこと自体に気づかないパターンもあるし、はい、気づいたところでそのチャンスをつかめないパターンもあるし、で今ジュニアで言ったらそのプロサッカー選手になってからの話というか、その1試合での、はい準備だったと思うけど、もっと言ったらもう子供の時からその準備って始まってるわけじゃん。ああそうですね、プロになるための準備って。だからやっぱり大切にしてほしいよね。やっぱりそういう一日一日もそうだし。これもっと早く受けてたらなって思う部分もあるんで。うん、そうだね、はいうん。やっぱり準備したもの、準備した人のところにしかチャンスってやっぱりやってこないと俺も思うから、うんね、そういうまあ、それはちょっと直感的な部分も順位あったかもしれないけど、今日なんか来るかもしれないっていう。でもそういうのがやっぱすごく大事だと思うし、なるほど、すごいいい話を聞けました。OK です。そしたら最後に、まあ、見てる方々の中で、やっぱり本気でプロサッカー選手を目指している子どもであったりとか、その子どもを育てるね、保護者さんもね、たくさんいらっしゃると思うんだけれど、まあ、その両者というか、子どもと、保護者さん、それぞれにこう、なんか伝えたいことっていうのを最後ちょっとお願いします。そうですね、本当にサッカー選手を目指してる子に対しては、なんだろう。まあ今、自分の思いに素直になってほしいというか、まあそのサッカー選手を目指すにあたって、例えば、まあ、さっきも言ったんですけど、ドリブルが好きな子はドリブルをめちゃめちゃやればいいし、キックを好きな人はキックをいっぱいやればいいし、誰にも負けないぐらい、まあその中でもちろんサッカーでいろんな要素があるんで、まあ他の要素も練習しつつ、でも自分の中で武器を見つけるっていうことはやってほしいし、それは俺的にはもちろんサッカー的な要素もそうなんですけど、人間的な性格の部分っていうのもめちゃくちゃ大事で、サッカー選手だからといってこうみんなが目立って俺が俺がっていうのじゃなくても、周りを一歩引いて見れる性格の人っていうのもすごいサッカー界では多分必要とされてると思うし、だからちょっとこうなんていうんだろう、性格的に一歩引いてるような子でも全然自分はいいと思うし、なんなら自分もそういう子だったんで、だから本当に今の自分の気持ちだったり体っていうのにすごい素直になってプロを目指してほしいっていうことと、まあ、それを支えてくれてる保護者とか親御さんに対しては、その何やっぱ自分も親になって気づきます、気づくっていうか難しさに気づくんですけど、やっぱ何気ない一言とか行動とかでやっぱ子どものその先の人生っていうのはかなり変わるだなっていうことは、自分もまだ子供は小さいですけど分かるし、自分も子供の時にそれを経験してプロになれたんで、うんまあ、だからといってね、こうなんかすごい気を使いすぎることはないと思うんですけど、やっぱ自由に育てるのは自由に育てながらも、でもやっぱり子供は親がいないと前に進めないんで、そこをやっぱりサポートしてあげれたらいいのかなっていうふうに思います。 OK です、分かりました。はい、では対談は以上になるので、はい、本日はありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。はい。